はい、今回は宇都宮さんのラウンドチェックです。はい、お願いします。シズヒルズカントリークラブで14番15番で、見ていきたいと思います。それでは、はい、今回もよろしくお願いいたします。これは真ん中でいいですよね。うん、真ん中ですね。はい、ヘアウェイ、一応右サイド OB、左サイド林なんで、はい、正面にあるバンカーですかね、影になってるバンカーぐらい、はい、全体の景色とちょっと左サイド、ヘアウェイ左サイド狙ってる感じですかね。はい、じゃあお願いします。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。すごい球。あ、ちょっとこれで、これが一番気になるんですよね。これがあの、袋は自作そうです。これなんで袋が必要なの？保護カバーです。壊れるといけないので。これ自分で作られたんですか？そうです、そうです。もうね、俺もこういうところがね、やっぱね、すごいと思います。やっぱね、なんかこう練習器具とか、こういうの自作で作れるのは、本当にゴルフ好きな人じゃないとやんないもん。いやー、ゴルフ愛が伝わってきていいです。ちなみに今打ったショット、センサーが、はいはい、今打ったショット、これ何でしたっけ、はい、もう一回紹介していただきます。ソニーのスマートセンサーですね。ソニーのスマートセンサーですよ。はいはい、はい、で、拝見させていただいていいですか。クラブスピード、はい、今38でした。あ、ちょっと見せてください。はい、クラブスピード38、インサイドアウト7度、3.3、これ 3.3 というのは、これはプラス表示はアッパーなんですか。アッパーですね、レベル、はい、で、オープン、オープンフェースってことですかね。はい、12.8、はい、オープンフェース。でもこのまま素直にと読むと、これ右プッシュアウトっていうことになるんですけど、うん、実際出てる球はすごくいいストレートドローなんですよ。だからどうしてもその情報として書けるのは、じゃあ今のがどこに当たったかとかっていう情報は当然書けてるわけですよね。あくまでも参考としてやってください。で、特に信頼できないクラブスピードとかはね、いつも自分と同じ機材で測られていれば、いつもより速いか遅いかっていうことは分かるわけで、はい、ラウンド中でもこういうチェックの仕方でいいですよね。いや、なんかいつもね、その前回前々回も含めて、すみさんのこうプレーはもうとてもいいですね。いつもうまい。なかなかでもスコアには結びつかないんですけどね。まあ、スコアっていうのは、はい、もちろんそのどの距離でプレーするかっていうのもあるんで、仮に、だから僕なんか一回やってみたら、やってほしいのは、宇都宮さんにレディースティーから一回プレーしてほしい。レディースティーからプレーしたらすっごいスコア出る、はい、よくこうジュニアゴルファーの指導でも、適正な距離からプレーを した方がいいですっていうふうに保護者の方にもアドバイスさせていただくんですけど、結局届かない距離でプレーするっていうことは、その例えばグリーン手前のバンカーに入らないように手前に刻む方がスコアになるわけですよ。うんうんうん、でもこれって将来的にそういうふうにやるわけじゃないじゃないですか。もし仮に今の宇都宮さんの飛距離でレディースティーからプレーしたら、僕は70代で全然回れると思います。でもどうしてもね、みんなと同じ距離っていう要素が出てくると、距離の部分で負けてしまうと厳しいと、ね、それでもいいから72で回ってみたいよね。正直言って。確かに、はい、池の入り口まで171ヤード、171、はい、171打つと残りがグリーンセンターだとすると73、はい、このロングホールはグリーンの手前ね、大きな池があって、池のリスクを背負って縮めていくのか、池の手前に刻むのかっていうことなんですけど、宇都宮さんは池に入らない距離、はい、160ヤード打ちますということです。はい、はい、5番のユーティリティで、はい、160、池手前で絶対に入らないようにします。はい、でもう普通でいいです。はい、ということはもう真ん中、一番広いとこ打っていいっていうことですね。はい、素晴らしい。あ、大丈夫ですね。よかった。正直こう、まあ、いいスコア出ます。そのいいスコアが出ないっていうよりは、はい、そのいいスコアが出るやっぱり距離でなんかそのチャレンジするっていうのも僕はいいんじゃないかなと思うんですね。で、だいたいこうジュニアの大会だと高校生の男子たち、ね、中高校生はフルバックでやるので、うん、7000
前後とかね、うんうん、でやるんです、はい、で女の子たちは6300ぐらいかな、うん、でそこからまあ低年齢になっていくと5900、まあ、5500とかね、どん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 距離が短くなってくるんですけれども、はい、まあ、宇都宮さんに限っただけではなく、まあ、シニアゴルファーの、ね、皆さんとかグランドシニアの皆さんとかはやっぱりこうスコアってすごい楽しみじゃないですか。僕はやはりこうミドルだったら2回で届くとかロングだったら3回で届くっていうところで、うん、いくつで回れるかっていうところをやられた方が楽しいだろうなと個人的には思います、はい、宇都宮さん全然行きますよ。だってまずドライバーもね、今のもきっちりこのロングだって楽々残り100ヤード前後のところまで行くわけですからね。まだまだその本当の前じゃないですけど、赤からプレーしたら70台で全然回ると思います、余裕で。この、まあ、前回のラウンドから、まあ、今回もいろいろ計測しながら多分やっていたと思うんですけど、はいはい、まあでも前回の通りですかね、短いアイアンとかは比較的こう距離が増してる状態 で、はい、でドライバーは頑張ってるっていう感じ、はい、そういう感じですね、はい、で先月はやっぱりラウンドだと平均で38メートル台だったんですけど、今月に入って、はい、平均39メートルというのは2回出ましたね、はい、少しちょっとこう体重移動をしっかりやるようなイメージを、はいージはい、その回ちょっとちょろることがあるんですけど、頭が上がって、そうですね、だからミート率との兼ね合いになってきますけれども、はい、クラブスピードが1マスとボール初速はね、まあ 1.5 上がるわけですから、うん、それだけでもね相当な距離が伸びる可能性っていうのを秘めてますよね。だから、1メートルクラブスピードが速くなった時に得られる飛距離の効果っていうのは想像よりも大きいです。例えば42と43の選手も結構距離違うので、ね、1っていうのは大きいっていうことですよね、うん、こういうこともあるってね。これ今風だとこう右からフォローなんですよ、はい、でも今これ明らかに体感もアゲンストですし、うん、木のこう動いてる感じもちょっとアゲンストなんですね。でどっち優先するって言ったらそらここ優先ですよね、うん、こういうのもすごい重要です。ああ、ダフったな。ああ、ダフったな。やばい。あ、はい。ということが起こりますね。うん、完全にダフりました、今。うん、まあ、池越えの状況で、ライもそれほど悪くなかったんで、うん、大丈夫かなと思いましたけど、何らか意識があったのかもしれないし、ね、それとは関係なく、ランダムに起こったミスなのかもしれないし、これはね、わからないです。ただ例えば宇都宮さんの中で大きなバンカーがあった時にこういうミスが起こりやすいとか、池越えだとこういうミスが起こりやすいっていう傾向を持っているものだとすれば注意のしようがあるかもしれないですね、はい、どうなんですか。とかせ今実はピッチングだと120飛んじゃうんですよ、うんうんうん、で今110だったんで、うんうん、3クォーターぐらいのつもりで打とうとして緩んだんですね。あ、はい、それはね、それはめちゃくちゃダフりますね、はい、まさにその正解のコメントというか、軽く打つっていう感じはね、普段から結構練習なさってる方は軽く打つとまっすぐ行くってなるじゃないですか、うん、でも軽く打つっていうのは結構手元のスピード感が落ちるんですよ、体の回転スピードとかが。なので通常こう練習場で比較的普通に打つということばかり練習している場合は、いきなりコースで軽く打つっていうのは多くの場合はダフリにつながると思います、うん、体が止まるのでね、はい、そうか、でも適切な分析だなおっしゃる通りですね、はい、正しいということは何が正解かというと、練習をそれを普段からやるか、うん、コースの中で今の一番手下でしっかり打つかしかないですね、うん、はい、30ヤードです。結構登ってます。グリーンも受けてる。そうなんです。でも意外とね、これ難しいのはね、状況って結構砲台なんですよ。ここまで2メーターぐらい上がってるんですけど、このアプローチ打つとこうすごくランディングアングルってこう着弾角浅くなるんですよ、うん、だから意外と転がると思いますよ。だから登ってるっていう情報だけですと、はい、パーンって向こうに行くんで、意外とこうランは出るんじゃないかなっていう。今持ってる番手もサンドウェッジじゃないじゃないですか。でそこを配慮して、まあ、カラーのちょっと先ぐらいで、はい、コロコロ行くっていう感じで考えられてた方がいいと思います。はい、ちょっと弱いかも。
思いのほかスピンが入ったスピンが入った、入っちゃいました。いやいやいや、あのすいません、あの そこまでスピンが入ると思ってなかったんではい、スピン入ってました、はい、よかったです。でもね、まあ、一般論としてはそうですよと。砲台グリーンに対してのアプローチってなんで難しいかっていうと、落ちてくる角度がフラットなところだとアプローチ打ってある一定の止まる角度があるのが、砲台のグリーンだと上がってすごくこう角度が浅くなるんですよね。なんで足が出やすいというところで、砲台グリーンっていうのは通常のグリーンに対してのアプローチよりも寄せにくいっていうのがあるということだけね、皆さん知っていただければと思います。何歩ですか？9歩です。9歩、9歩。最後右に切れたんですかね、今ね。そうですね、まあ、上って下りとは言わないですけど、平らなので、まあ、9歩の上って平ら、何気をつけるかって距離感だけですよね。これの一番いいのはもう OK 同然のね、距離につけてストレスのない次のパットを打てること、そこだけです。入っちゃった。うまい。うまい。ナイス。こうね、こうね、高望みをしない。でも結果は一番いい結果っていうね。この意外と人間っていうのはね、こうハードルを上げると、そのハードルに対してプレッシャーを受けるんで、あの結構自分の中でその状況において一番こう楽に入れるようなその目標設定にすべきなんですよね。目標設定の取り方はもうめちゃくちゃ大事だから。でもなんかこういつもながら宇都宮さんのゴルフはいいでしょ、流れがまあ池に入ったっていうそういうのもありつつ、冷静にそれがなんで入ったかちゃんと話せ、アプローチも最高の状態じゃないけど次のパターン入る、うまいよね。シンプルに本当にね、このガチェンコをご覧の皆さんは宇都宮さんのパターって初回というか、そのパターのレッスンをやるまで結構個性的だったんですよね。ね、それがこうボールのね、こう回転軸をこう置けるようになって、気にするようになって、今では回転もいいしね。なんなんでしょうね、ここ成長感がすごいもん。うまい。4メートルのパターマットを買ってですね、うん、はい、自宅に置いてひたすらパターの練習してました。いやもうパターめちゃくちゃうまいですよね。本当に最初の印象は、まあ、もちろんこうゲームの流れもお上手ですごく良くていい部分もたくさんあったんですけど、アプローチ、まあ、アプローチというかパターですよね。パターは本当にこう個性的でちょっとこう問題があるなと。で最低限ね、あのボールの転がりをしっかりしましょうっていうところで、はいはい、本目でレッスンさせていただいて、そこからやっぱりこう激変しましたよね。あ、努力がすごいなんか昔あのゴルフ始めた頃に、うん、そのパターはその、うん、畳の上に1円玉を置いて、うん、その1円玉を打てってこう教わったんですよ、はい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 、スレスレに、はい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 、でも、ね、あの本目伺って、はい、アッパーに打てって言われて、そうですね、これまでのその常識と全くこう逆になってしまったので、そうですね、そこからひたすらこうアッパーで打てる練習をしたら転がりが良くなってきた。いや、めちゃくちゃ転がりいいです、はい、そっか。え、昔は1円玉打てっていう感じだったんですか？って言われたんですよ。あの畳の上に1円玉を置いて、そうなんすれすれに打てと。多分じゃあそれ僕がゴルフ始める前ですね。僕らの時にはその10円玉2枚並べて、はいはいはい、上の10円玉を打てって言われたんですよ、はい、でもそれでもそのデータ測定するとめちゃめちゃ地面ギリギリ振ってるから、ね、フェース面の上に当たってるんですよ。そう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 。だからなんかこうかつての常識は、うん、まあ、今の非常識みたいなところ当然あると思うんですね、うん、じゃあ球のいい球の転がりとは何ぞやっていうのも、うん、今はデータ取ってるのができるのでね、はい、あれですよ、あの、ね、シニアゴルファーの皆さんもパターこそ伸びしろですよね。ショット飛ばしたいって気持ちは分かるけれども、うん、意外とショット飛ばすのはね、やってもミート率が下がっちゃうんで、スピードが上がるのが先なのか、ミート率が落ちるのが大きいのかによって余計問題が大きくなってしまう可能性もあるわけですよね、うん、だからまず自分のできることをしっかりやるっていうのは大前提だと思います。まあ、本当に宇都宮さんのプレーを見てですね、大人のゴルフを学んでほしいですねまあでも昔言われたことが結構非常識なことが多いんだなと思って。そうですね、まあ、昔はあってたかもしれませんけど、今の時代に合わなくなってきた。
そうですね、いうこともあるでしょうね。まあ、ボールの進化とかもあるんで。ありますよね、道具、ボーグル、まあ、特にボールの高さなんていうのはね、その昔ボールが均一性に欠けてたんで、うん、あんまりボールが上がると球がこういろんなとこ飛んじゃうっていうことで、当時は林の高さよりもボールを上げるなみたいな時代もあったわけじゃないですか。でも今はボールの均一性が高くなってきて、変な動きっていうんですかね、ボールの一貫性が出てきたんで、高いボールでも管理できるようになってきたっていうこともあって、うん、多くのプロたちはハイボールが持ち球と、うん、その時代、道具の進化によって技術が進化するっていうのは当然ありますよね、うん、さあ、15番ホール136、表示上はね、ピンまでいくつでした？あ、126ですね。126、はい、ただアゲンストなので、うん、130でもいいのかな。140じゃ大きいですよね。140は大きいと思います。ですよね、はい、アゲンストといっても左からの横に近いと思うので、はい、140ではさっきの二の前になる。大きい番と思って軽く打つリスクはあるということです、はい、じゃあ130、9番アイアンでいきます。はい、左からの風なので左エッジとピンの間がいいと思います、はい、狙い目は、はい、ちょっと右行っちゃったか、ちょっと右行っちゃったか。あ、池か、また、うん、あちゃ、これは池でした。あちゃ、はい、残念。これはあの当たりは悪くなかったですけど、方向悪かったですね、うん、開いた、まあ、ありますね。ただこれはあのどちらかというと右が絶対ダメで左が OK っていう条件だったんですね、うん、で今なんで私がその悩んだ時に今下のさっきの前のホールがそうだったからって理由も言いましたけど、もう一点、その大きい番って思って軽く打つと右に行きやすいんですよ、うん、で短い番って思ってしっかり打とうと思うと当然左に行きやすいわけですね。で今悩んだ時に絶対的に下の番って打つ実は理由があったんですよ。あの、まあ、別に極端な話、力んで左でもいいっていうつもりで言ってるわけですよね。それがあの思いのほか右に行ったという、読みとは外れた方向に行ったということなんです。でも力んだ時ってどっち行きやすいですか、宇都宮さん？これ左ですね、絶対に、ね、絶対に左に引っ掛けます。まあ、はい、あの今の条件はね、あの右に行きましたけど、こういうパターンの読みはとても大事なので、はい、こうそういう番手選択で悩まれた時にはいろんなことを考慮して下の番手で打つのか上の番手で軽く打つのかを決めてください。はい、まあでもね、ここからまた粘りましょう。はい、18ヤード。はい、これはどんなイメージで？エッジまでは行きたいですね。はい、はい、エッジまでは上げてピッチショット気味に行きたいです。はい、まあでもちょっと大きかったですね。まあ、まずまずですよ、はい、はい、もちろんちょっとね狙いよりも先に落ちたと思うんですけど、はい、まあ、次のパターン頑張りましょうね、はい、頑張りましょう。でもこう一番いいところは例えば池に入っても冷静にそれを判断できていつも変わらないっていうのかな。で今のアプローチも、まあ、例えば池に入ってあのアプローチから気持ちが揺らいでバタバタするとかってありえるわけじゃないですか。本当に宇都宮さんの最もいいところですよね。下り、うん、下りです。下り4歩、軽いスライス半分ぐらいのイメージですかね。はい、そうだと思います、はい、ね、決め切るっていうことね、要はそのラインを自分で決め切るってことですね。そこが大事です、悩まない。あー、止まってしまった。素晴らしい。あー、止まってしまった。素晴らしい。内容がすごくいい。はい。はい。はい、どうも。はい。はい、宇都宮さんお疲れ様です。ありがとうございました。あの、まあ、結果的にはダボになってしまいましたけど、最後のパターンなんかも内容はものすごい良かった。で、あれ、今のがじゃあ僕は今のボギーパットがどういう風になったら内容が悪いって感じるかというと、あれをバーンと強くって 1.5 メーターオーバーする、うん、そのパターをまあ仮に返しを頑張って入れたにしても
状況に対して流されてるっていうふうにやっぱ見えてしまうんですね。であの下りのパットは結構な下りでグリーンも速いので警戒しなきゃいけなかったんです。であれをショートしたことが偉いんじゃないんだけど、なんか警戒感を持ってプレーできてる感じがすごいなと。本当にあの返しの下りはね、意外とねプロでもいやボギーパットだから絶対入れたいって言って、うんうんうん、バチンって打っちゃう状況なんですよ。すごいよね。なんかあれをショートするのが偉いんじゃないんだけど警戒できるのがすごいっていう。いや本当に、まあ、毎回毎回宇都宮さんのラウンドには僕はこう、はい、うならされるけど素晴らしかったと思います。ありがとうございます。今回もありがとうございました、はい、ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。